HP-150 は1983年にヒューレットパッカードより発売されたパーソナルコンピュータである。インテル8088を搭載し、タッチスクリーンを搭載した商用のコンピュータとしては初期の製品であった。IBM PC との互換性はないが、MS DOS 2.01、2.11、3.20のカスタマイズ品が利用できた。 CPU の Intel 8088は、当時の IBM PC で使われていた 4.77MHz を上回る 8MHz で動作した。アドオンカードを使うと、メモリを 256KB から 640KB に増設することができた。しかし、メインボードのスペースの都合から Intel 8087、コプロセッサを取り付けるスロットは搭載されなかった。 HP-150 の別売のハードディスク付きモデルはタッチスクリーンマックスと呼ばれた。ディスプレイはタッチした不透過物体の位置を検出するための赤外線、送信機、検出機が周囲についたソニー製9インチ CRT であった。最初の HP-150 ではこれらの送信機、検出機はモニターのベゼルウッ側についた小さな穴に設置されていた。 そのため、下側の穴には、ホコリが溜まりやすく、それを取り除かないと、タッチが検出されないことがあった。マッキントッシュと同様に、コンピュータ本体は、CRT と一体型であるものの、3.5インチドライブは、外付けであった。HP-1545,611。 A は電話帳台あるいはハードディスク装置台の 9121D デュアル3.5インチフロッピードライブで HP i b で接続できた。45600A はデュアル Z80CP-M マシンで9121ドライブを使用していた。1984年 HP-150 は 45849A に置き換えられた。以前 タッチスクリーンと呼ばれていたものの、タッチスクリーンは標準ではなく別売で提供された。別売のタッチスクリーンのベゼルは送信機と検出機を赤外線透過プラスチックの裏側に配置しており、最初のモデルのように穴の内部を掃除する必要はなくなった。HP-150 2は HP-150 と類似した外観だが、 12インチディスプレイを搭載したことで本体のサイズは大きくなった。内蔵プリンターは省略された。HP-1502 では4つの拡張スロットが利用でき、別売の8087個プロセッサーボードを取り付けることができた。HP-150 と HP-1502 の間では、グラフィック機能にいくつか些細な互換性の問題が存在した。 1985年 HPE はベクトラを発表した。これについてインフォワールド氏は完全な IBM PC 互換機を望む顧客に応じた。と評した。HP-150 は HP3000 ミニコンピュータのワークステーションとして再定義された。HP-150 のタッチスクリーン分解能はやや荒く2文字幅の解像度しかない。 主に大雑把なカーソル位置の取得やファンクションキーの制御に使用され、図形の描画には使用されなかった。ありがとうございます。